こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。日本には現在最強通常動力型潜水艦双流型潜水艦が建造されている。だが次期潜水艦の方向性が決まっていないのか、それとも画期的なリチウムイオン電池を見越して原子力潜水艦に使用されている性能を模索しているのか、それはわからない。とあるイベントでウォータージェット方式というキーワードが出てきたのを知っているだろうか。ちょっと気になったので詳しく話していきますね。もしかその後の原子力をも視野に入っているのかな。2019年6月、千葉県の幕張で開催された MAST アジア2019というイベントで、三菱重工業は新世代潜水艦のイメージ図を示しました。そのイメージ図ですが、時代を先取りした、つまり先進的な外観だったので、様々な推測をされることになったようです。ちなみに、MAST アジア2019とは、海洋及び航空安全保障環境変化の下で、対応地域の安定と防衛技術発展に資することを目的として、防衛装備、技術に関する展示フェアや論文発表を行うとともに、海洋及び航空安全保障に関するシンポジウムのことです。このイメージ図に対する反応もたくさんありましたが、特に目立って指摘されたことがありました。潜水艦の推進方式にウォータージェット、ポンプジェット方式を採用するのではないかというのです。これが事実なら、画期的な進化になると注目を集めました。とはいえ、肝心の防衛装備庁でウォータージェット方式が研究されているという確実な証拠は現在何もありません。つまり、言葉だけが勝手に一人歩きしているような感じになっているということです。世界の現状を観察すると、潜水艦にウォータージェット方式を採用している例はかなり限られています。今のところ、ハイパワーな原子力推進型潜水艦にしか使用されていないという認識です。具体的な採用例を挙げますと、攻撃型潜水艦ではイギリスのトラファルガー級、アメリカのシーウルフ級です。戦略型潜水艦では、フランスのルトリオンファン級、ロシアのボレイ級などに採用されています。これらの潜水艦に共通するのは、すべて原子炉搭載の原潜ということです。ということは、日本の通常動力型潜水艦がウォータージェット方式を採用する可能性はかなり低いのではないかと推測されるのです。にもかかわらず、ウォータージェット方式が注目を集めてしまうのは、攻撃型潜水艦においては、特に重要視される水中でのスピード、高速性と静粛性。この二つが優れていることが、広く知れ渡っているためではないかと思われます。これは、あくまでも推定値で、実際の詳しい速力ではないでしょうが、
水中速力は、前述のイギリスのトラファルガー級潜水艦は29ノット。アメリカのシーウルフ級潜水艦は35ノットとも言われているそうです。日本を見てみると、最新鋭潜水艦である双竜型となると同じく。推定値ですが、水中速力20ノットと召されていますから、やはり、原子力推進型にはかなわないというのが事実でしょう。現状日本では、最新鋭双竜型の次級である3000トン級潜水艦の建造がスタートしています。この艦は、双竜型の延長線上に、あるのですが、先の三菱重工業による新世代潜水艦のイメージは、かなり違っているようです。言うまでもなく、これは計画段階の話ですから、実際の3000トン級。潜水艦のデザインが、このイメージ図のように設計されるというわけでは、ありません。今後のテクノロジーの進歩と合わせて徐々に具体化されていくものと思われます。さてイメージ図です。公開されたものを見ると、現行型に比べてセール形状がグッと船体に密着しているので中央寄りになっていることがわかります。まるで魚雷をそのまま拡大したかのようなデザインとも受け取れます。このデザインの雰囲気は、日本の潜水艦というより、むしろ現在ロシアが使用しているアクラ型潜水艦のようにも見えます。同艦は1980年代、昭和55年から64年に就役し40年以上活動してきた潜水艦です。その就役期間の長さゆえに、すでに退役が始まっていることを考えると、イメージ図の先進性には驚かされてしまいます。では、ウォータージェット方式の話に戻ります。一般的なスクリュープロペラ方式に比べると、やはり設計や製造は難しいようです。それは当然経費にも影響してくるのは確実でしょう。技術的、経済的な課題があるのに、それでもなおウォータージェット方式を採用する長所とは一体何でしょうか。それは前述したスピード、高速性と合わせて、機体の動作の静かさ、静粛性という二つの利点です。加えて、船体の突起がなくせる。フォルムとなっているので、浅い水深にも対応できますし、舵も必要なくなるという点でしょう。もともと、ウォータージェット方式というのは、吸い上げた水を噴出して、その勢いによって方向を変えるという方法ですから、原理としては、方向舵が不要になるのはわかりますね。そして高速性とは反するようですが、噴出する水の勢いを、調節することによって、ごくごくわずかな距離の推進もできるようになっているそうです。といった利点がある反面、ウォータージェット方式には低スピード時の安定性や操縦性に少し難点があると指摘されています。特に低スピード時の燃費が非常に悪いので、搭載している艦艇の航続距離が短くなってしまうことがあり、重要な課題とされています。確かに、燃費の悪さは行動範囲に影響しますからね。
速度25ノット程度の場合、エネルギー効率の目安は、ウォータージェット方式が約 45% なのに比べて、通常のスクリュープロペラ方式は 20% ほどそれを上回るようです。しかし、速度が30ノットを超える場合には、逆転するので高速性を重視する。鑑定用としてふさわしいとされるようです。また、スクリュープロペラ方式では、必ず発生するキャビテーションが起こらないので、これも利点の一つと言えましょう。キャビテーションとは、液体中の圧力によって発生する物理現象のことです。これによって気泡が発生するので、鑑定のスクリュープロペラが傷んだり、推進効率が低下するなど、良くない影響が起こってしまうそうです。また、キャビテーションですが、深度が浅いとはいえ、騒音を発生させてしまうことがあると言われます。行動に際しては適に、補足されないためには、何と言っても、静粛性が求められる潜水艦です。騒音は、できるだけというより、絶対に出したくない現象であることは、言うまでもありません。このようなウォータージェット方式は、現状では原子力推進型潜水艦との、親和性が高いことは、疑いの余地がありません。もっとも、通常動力型に、もっともっと画期的な電池が実用化されたら、ウォータージェット方式採用の可能性が高くなるかもしれません。この理由は、燃料電池は、将来的な動力の本命、自動車なども含めて、と、考えられているように、性能が飛躍的に高まるとしたら、燃料電池こそが、潜水艦の機関としての位置を占めることも大いに、考えられるということです。仮に、このような燃料電池技術が実現したら、扱いやすさは言うまでもありません。東日本大震災の福島原発事故で明らかになったように、人間がコントロールしきれない原子力、推進方式よりも燃料電池の方が安定した動力源として普及していくのではないかと思われます。こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。
東流潜水艦が浸水。これで、総流型潜水艦の12番艦まで、出揃うことになった。最終2番艦はリチウムイオン電池搭載。スターリングを捨てた新型潜水艦。次期新型潜水艦建造計画も始まっている。新たなデザインとなり、来年には進水式が実施される。早く見たいものですが、放流みたいな登場の仕方なのかもしれない。しかし、その少し前の出来事を思い出してほしい。この話は別の角度から見た南シナ海での黒潮潜水艦のお話です。それでは本編スタートです。2018年9月17日に日米英合同訓練に参加していた護衛艦加賀、伊那津、ま、鈴付に黒潮潜水艦が合流し共同訓練を行ったという異例の発表がありました。ご存知の方も多いは思います。何と言っても潜水艦の行動についての発表というが異例中の異例です。通常、潜水艦の任務は公表されることはなく、しかも、いろいろと問題のある南シナ海というのでは、びっくりするのもうなずけます。そして、もう一つ驚くことは、黒潮の極秘任務は15年前から行われていたということです。しかし、ここで考えてみてください。どうして今更公表する必要があるのか。ここからはあくまで推測の話です。ありえない話ではないという推測ですよ。まず、旧型の黒潮潜水艦はどれくらい潜航できるのでしょうか。この点に疑問を感じる方は多いと思います。こういうデータは当然ながら、海自の潜水艦では一切公表されていません。仕方ないので、外観や使われる鋼材などから推測していきます。その他には、魚雷なども参考にしていきましょう。そもそも黒潮潜水艦の最大潜航深度については、様々な推測がされていますが、意外とそこまで深くないとも言われています。せいぜい200から300メートルといったところでしょう。この数字が正式なところと思われます。周辺国の潜水艦も同じくらいの潜航深度と考えられます。しかし問題はそこではなく、常時任務の際は200から300メートルですが、最高潜航深度はもっともっと潜ることができると。推測されることと、潜水艦救難艇に搭載されている救難潜水艇は、450メートルと公表されていますし、ここでもう一つのポイントですが、無人潜水艇は、なんと、1000メートルと、もっともっと深く潜ることができるのです。旧型の黒潮潜水艦は有人ですから、1000メートルよりは浅い500メートルくらいか、あるいは600メートルくらいの深さで、極秘任務を行っていたと推測できるようです。旧型ではなく、最新の潜水艦となるともっと深く潜ることが可能かもしれませんが、旧型潜水艦で、これくらいの深さまで潜れることができたというのは、脅威だと感じられます。潜航深度については、別の方向からもわかる可能性があります。それは魚雷です。
89式魚雷の深度は900メートルですから、かなり深いところで発射可能です。逆に言えば、この深さで魚雷を撃てるからこそ開発したのだという、理由を考えても不思議ではありませんね。さすがに、旧型黒潮潜水艦はその深さまでは、潜航できないでしょうが、その半分の深度でも事実と考えられます。15年間も中国やロシアなど、軍事力自慢の周辺国に発見されることなく極秘任務を行っていたのですから、言うまでもなく、潜水艦は敵に見つからないように任務を遂行するのが最優先の条件ですよね。中国の原子力潜水艦ですが、当然ながら性能が上がってきているのも事実です。多分200メートルは潜ることが可能でしょう。しかし、中国軍が運用する潜水艦には欠点も多く、原子力潜水艦では原子炉の熱が周辺海水温度を変化させてしまうそうです。この変化によって原水艦が探知されてしまうのです。通常動力型潜水艦には AIP 機関を搭載しているそうですが、あまりにも高出力なので、騒音レベルの音を出して海中を進む状態になるとか、ソナーマンの出番を待つまでもなく、これでは自分の位置を敵に教えているようなものと言われています。しかし、中国が多少高性能な潜水艦を建造したとができたと仮定すると、話は少し変わってきます。この高性能な潜水艦により潜航深度が300メートルと深くなったため、旧型黒潮潜水艦が発見されてしまったのだ。そう考えれば、防衛省があえて黒潮の任務を公表したのも理解できます。と言っても、15年間の長きにわたって気づかれなかったということは、それだけ黒潮が優秀だったという証拠ではないでしょうか。日本の潜水艦の技術や性能が、桁違いに高いということでもありましょう。でも、ここでもう少し推理しますと、黒潮以外にも、もう一隻くらい極秘任務に、当たっていたのではないかと思われるのです。例えば、操縦型潜水艦。この艦は、潜航深度が極端に深く、500メートル、いやそれ以上潜ることが可能ではないかと推測されています。しかも、この、そう、流型潜水艦はステルス性も考えられているので、発見されにくい艦なのです。また、違う方向から見てみると、防衛省が発表した、理由が理解できるようです。もちろん、これは、推測の話で確証はありませんが、旧型黒潮に目を向けさせて、そう、流型潜水艦の最新鋭を追う流潜水艦から、目をそらすようにしたのではないかと思われるのです。この艦は、潜航深度がもっと深くなっているようですが、そこまで深く潜る必要はほとんどなくて、相手に見つからない深度で任務に当たるのが通常でしょう。ということは、必要な時だけ必要な深度を保ち、相手に見つからない忍者になり得るのです。この潜水艦の性能は計り知れません。なぜなら、極秘事項として一切公表されないからです。